田です。坂田です。この始まり方、質問しなかった。はい、始まりましたって言ったけど、いきなり自己紹介から。もうね、ノートスタイル。これは、耳を気になったものをテーマに沿って話していく雑談ラジオです。ポッドキャストでも配信しております。ういっす。はい、今回のテーマは、はい、説明、なんだったっけ説明。ゲームを終えて。感想文か。感想。説明ゲームを読んでみたいな。説明ゲーム知ってますかね、あのついさっきのね、ついさっきじゃないわ、ジュースちょっとあれだ前回の前回のやってた僕らが考案した画期的な、はい、誰もまだ思いついてな いゲームおもろいゲームリスナー参加型ゲームやってたんですけど、それは説明ゲーム、ちょっと簡単に説明すると、はい、いいですか、じゃあお願いします。やりますか。はい、あのお互いに、あのお互いがまあ出題者となって、はい、お互いが知らないキーワードだったりとか単語を、はい、その言葉を使わずして説明をしていって、はい、その説明が短い方が勝ち、あの回答する方がですね、はい、早い段階で回答した方がいいです、まあ、いかにその単語をうまく説明できるかっていうのをやった、はい、ゲームなんですけども、例えばなんか西だったら東の反対とか、まあ東って言っていくのかみたいなのがあるけど、まあ、とりあえずそういうことですね、はい、っていうのをやって、体を向けて左東に向けてなんかやんねん東の例でほんで、これってそもそも坂田が説明僕下手なんですよねみたいな話から、はい、じゃあちょっと説明能力やるゲームやるみたいな感じでやったんですが、こういうことじゃない僕が言いたかったのこういうことじゃない、そうなんですよ、あれやってて、あのまあてかそうやろうなと思ってたけど大盛り上がりしたんですけど、前回ってそのどちらかというとキーワード連想ゲームみたいになってて、はい、まあそれっぽいおもろい言い方を違う近しいものを言っていく芸になったんで、はい、まあ、あれあれで普通におもろいんでいいんですが、はい、坂田が言ってたのと違うよね。はい、そうです。その、まあ、どっちかというと説明ゲームの中で行われている、右をどう説明するか、体を北に向けて東側にある方が右ですとか、うん、そういう説明ではなくて、そのゲームのルール説明の方。はい、まさにさっきやったみたいなやつよね。そう、さっき小川さんが喋ってた部分みたいな、例えば、なんだろうな、ババ抜きのルール説明するとか、うんうん、ババ抜きってやった方が早いじゃないですか、うん、あ、言葉だけで言う方が大変とか、とりあえず一回やってみようって右の人で引いたらいいからトランプで絶対言うもんな、はい、とりあえず一回やってみよう、とりあえず一回やってみようの、はい、わかった、うん、はい、わかったのあの方説明の方、はいはいはい、あれがまあ苦手なんですよね、うん、で、あとその例えばですけど、ゲ、まあ、漫画とか本とか映画とかでもいいんですけど、これ面白かったんだよねっつって、うん、これあのすごい腕が伸びてさ、なんか敵を殴って、うん、あの腕がバラバラ、体がバラバラになる人も出てきて、ワンピースじゃないかみたいな、みたいな、うん、でこれ全然面白そうじゃないじゃないですか、うんうん、でもうまいこと説明する人は面白そうに説明するじゃないですか、うんうんうん、そういう話、確かにな、すごい苦手なんです、ね、それをだってね、例えば基本的に海賊の話で、はい、海賊王、一番強い海賊を目指す話、それ中世の話ですかってなるんだけど、実はこの中に悪魔の実っていうフィクションの能力があって、これを食べていろんな能力があるんだよ、うん、みたいな、まあちょっと後からやるとか、ね、まあ、いろいろあると思うけど、でこれがね苦手なんですよね、とにかく、なるほどっていうのをやりたかったから、はい、前回の説明ゲームみたいな、はい、うーん、ねねね、木の実、木のままとか、そういうことじゃないと。でもあれって、でもどっちも説明じゃないですか。うん。何が違うんですかね。文章にやってるかどうかじゃない。ああ。チャット GPT の機能を持ってるかどうかじゃない。ああ、検索してるか、はい、キーワードだけで検索して返せば、情報だけ返せばいい。はいはいはい、はい。検索エンジンの能力なのか、ああ、その、言語生成能力なのかっていう。そうだ。その、あれっすよ。過剰書きかどうか。そうそう、まあ、簡単に言うと。あ、だから僕全部過剰分けで喋ればいいんだ。とか、前後もあんまり関、まあ、関係ないことはないけど、うん、別に逆転してても成立する。はい、けど、多分説明の方って時系列もすごい大事だったりとか、するし、はい、そうですね、そう、時系列かなり大事だと思う。はい、で、案にその含まれてるっていうか、その説明、今言ってる僕がむずいんですよねって言ってる説明に含まれてるのが、うん、わかりやすいことと、相手が興味を持っていること。うんうん。というか、まあ、齟齬を招かないようになりますし、はいはいはい、で、そうね、興味を引きつける話か、うん。それがね、苦手なんですよね。で、ちなみに昔僕、あの、説明をめっちゃするバイトをしてたんですよ。ほう。あの、あれよね。その、ルールを説明するバイトみたいな。あの、ボードゲームとかを売ってる、
まあ、あれ、おもちゃ屋さんっていうの？おもちゃ屋さんですかね。うん。で、働いてて。一番説明するよな。一番説明するんですよ。マジで、うん、神経衰弱のルール何ですかみたいなの、まあ、違う、なんならもっと複雑版なやつを説明しなきゃいけなくて。はい、で、これがむずくて。むずいな。で、しかも、あ、これ、自分が、勝つ、なんて言うんだろう。説明するときに、ババ抜きの説明するときに、うん、手札は、まあ、揃ってないやつだけがあって、とか言い出したらもうわけわかんないじゃないですか。うん、その、でこルールを順番にやることだけ説明してもピンとこない、じゃないですか。うん、ってときに、で、あとなおかつ説明は伝わっても、それの何がおもろいんってなったらもう終わりじゃないですか。ね、確かに。これ、説明ゲームしてたけどさ、はい、前回、はい。本当の説明ゲームする？はい。何すか本当に説明ゲーム。まあ、もう知ってる前提でいいと思うけど、はい、なんかの漫画、俺、はい、共通で知ってるものを、はい、知らん人に説明するというやつで、同じやつで、いいっすね。やってみる？やってみましょう。じゃあ、下がったからやる。下手って言ってるやつから。そう。なんか。何やろうかな。じゃあ、ジュース回線。ジュース回線僕あんま覚えてないですよね、内容。で、僕も好きなやつがいいんで。ああ、そう。知ってるやつ。じゃあ、これ。何ですか？え、これ言った方がいいんですか？あ、もちろんもちろん。それをもう知った上で。知った上で。で、ブルーピリオド。じゃあ。あ、オッケー。このラジオでも取り上げた。はい。もう俺一回説明しちゃってるからな、この前。まあいいや。じゃあ、坂田ちょっと説明してもらって。で、まあこれは、ブルーピリオドという漫画なんですけれども、はい主人公、高校2年生の矢口八虎くんが、何でもできる、はい、勉強もできるし、遊びもまあ、うまいことやってる、不良っぽいこともしてて、うん、俺結構何でもできます、みんなのこと見てます、キッスみたいな感じの主人公が、うんうん、ある時、美術室にあった先輩の絵を見て、それにちょっと心奪われると。はい。で、あ、なんか何でもできて、でもちょっとなんかこれでいいんかな、俺ちょっと思ってた部分が、俺本当にやりたいの美術だったのかもってこう、思うように。でそれで東京芸大を目指し始める漫画なんですけど、でこれの何が面白いのかっていうと、とにかく実際の美術作品が出てくるんですよ中で、うん、で主人公が最初はもう僕らなんだろう同じピカソって何がすごいのとか、なんかアートってよくわかんないよねみたいな気持ちってあるじゃないですか、うん、どっかになこれって誰でも描けるじゃん子供の絵みたいじゃんとか言うけれど、この読んでいく中で実際にその芸術家の作品とかもいっぱい出てきて、はい、で読む前だったらこれってさでかい絵にさでかいキャンバスに丸が描いてるだけだけど何かすごいのが、うんうん、読んでると同じように感動できるというか、その他の漫画にはない新しい感覚があり、ちょっともうむずい、あ心折れかけてるんですけど、いや折れなくていいじゃん、好きな部分は全然わかるけどね、いいっす。スポーツ漫画って一巻の帯に書いてあったんですよ。うんうん。なんかスポコン美術漫画みたいな。はいはいはい。でも僕は結構決定的に違うと思ってることがあって、おスポーツ漫画みたいに主人公が挫折して立ち上がって悩んでもがき苦しんでいくんですけど、うん、で、実際にその絵が出てくるっていうのは、その、少佐というか主人公がどれだけステップアップしたかが実際の絵で見せられるっていうのと、スポーツをやるっていうのは決定的に違って、いくらスポーツで練習して打ちましたでもそれってどれぐらい上手くなったか本当のとこは分かんないじゃないですか、うんうん、偶然もあるし、うん、で偶然っていうのがスポーツには存在し、スポーツに偶然は存在するけどスポーツ漫画に偶然は存在しないんですよね。ほう、なるほど。それって作者のさじ加減じゃないですか。まあそうね、偶然すらもまあコントロールできるよね、ちょっとそのどっちが勝つかは、うんうん、結局そのそれって本当の運じゃない、うん、物語のルールに沿って、うん、勝った方が読者は嬉しかったり悲しかったりするからここで勝つんだけど、うん、それとは全く違うんですよね、絵を描くっていう行為は、はい、そこに運っていうのは存在しなくて、でそれをそれでいてなおかつなんか僕もというか読んでる人は熱くなったり悲しくなったりするっていうのがすごいなんか刺さる漫画なんですよね。なるほど。説明うまいとかじゃなくて熱量って。熱量。でもうち全然、まあ俺ちょっと知ってるからってのは思うかもしれんけど、なんか、まさに。っていう思ってて、好きなんですよね。いや、いや、はい、いいじゃない。そんな下手じゃない気がするけどな。でもこれを聞いて読みたくなんのかなっていう。ああ、なるほどな。僕なんなら、今の自分で振り返って、
スポーツ漫画の方がなんなら読みたくなるんじゃないかっていう。さっきの説明だと。はい。まあそうね。まあむずいな。でもちょっといいこと言ったと思いません？スポーツに運はあるけど、スポーツ漫画に運はないって。いや、よかった。いや、あともう一個、その話聞いて思ったのが、そもそもスポーツには運あるけど、はい、芸術は運ないよね。芸術作品、ね。芸術に受かる受からないとかは、はい、ちょっとまた別かもしれないけど、はいはいはい、その絵なり、その評価されるのとは別ってことですか？そうそうそう。なんか、運で勝つことってスポーツは、はい、なくはないじゃない、はい、けど、運が良くて、入選するとか、賞、はい、もらうって、まあ、あるとしたらめちゃくちゃ上手い人とかが参加しなかったとか、うん、その競技が始まってからの運は存在しない、うん、限りなく存在しない気が。あ、どうなんですかね。どうなん、ちょっとそこ、そっていう風に素人感覚だと。それはでもあると思います。少なくともなんか、そこが影響するのがめっちゃ少ないよね。あー、その、いや、割と僕近いんじゃないかなと思って、単純な、何と何が？その、運、スポーツと、うん、実技試験と、うん、要は、うん、目の前で例えばなんか、こう、ジャグリングしてくださいみたいな、うんうん、まあ、スポーツとしてそれを。で、みたいな感じで絵を描いてくださいって言われた時に、出てくるモチーフが得意とか下手とか、あとその、自分の座ってる位置とか、うん、で、調子とか、あと、描き慣れてるものは上手いし、まあうんうん、みたいな運はあると思うんですよ。で、そこは一緒だと思ってて、で、僕が、運がないが、あ、そうかなって思ったのは、評価されるされないは、まあ、運があると思うんですよ。うん、運あるよね。流行りとか、好みとかもあるしね。好みとかもあるし、うん、でもなんかその、書いてった、出来上がった作品自体が、うん、この偶発的に、意図しないものが生まれる可能性は、あ、でも低くないのか。低いのかなって思ったんですよ。その、書きたい絵があって、なんか、たまたま。たまたまできちゃいました、みたいな。たまたま写真みたいな絵は描けないけど、たまたま面白い絵はでも描けると思うんですよ。その、ギミック的な、パソコンとかの、逆に、機械に規定される動きみたいなのは絶対あると思うんですけど、確かに、なんか、何なんですかね。運って。運って何だこの話。ちょっと。説明下手になっちゃったかもしれない。じゃあ、ここさんも、じゃあ逆転して。あ、逆です。何説明したらいいの？何でもいいです、何でもいい。何しよっかな。なんかある？じゃあ、ワンピース。じゃあ、ワンピースやね、さっきちょっと言っちゃったじゃん。じゃあ、なんかあるかな。ナルト？俺、ナルト読んでない。珍しい。ガッシュ？ガッシュ読んでない。珍しい。この世代なのに。この世代なのにやるとそう、ガッシュ読んでない。待って、この。ブリーチ？あ、ブリーチは読んでるな。ブリーチ行きますか、はい。はい。じゃあ、ブリーチ説明します。はい、ブリーチは、まあ、少年漫画、バトル漫画なんですけど、はいはい、まず一個ブリーチの特徴は、倒すものが、作中ホローって言われるんだけど、はい、まあ、怨念みたいな、はい。怨念から生まれる化け物みたいなのがいて、はい、まあ、それが人を襲うので、はい、まあ、そんな世界が、そんな奴がいるんだっていうところから始まるんですが、はい、どうやら世界っていうのは死んだもの人とかが、死んだ後の世界にあって、はい、そっからまた現世に戻ってくるっていう風なサイクルがあるらしいと。はい、で、そこを管理してるというか、はい、まあ、向こうの世界でいろんな秩序を守ってる世界があるんだっていうのを、っていう前提の漫画なんですけど。そんな話あったっけ？はい。そう、ソウルソサエティっていうところがあって、はい、魂のバランスをコントロールしてるんですよね。はい、どっちに偏りすぎてもいけない、はい、っていうのが後からわかるんですけど、最初はその化け物を倒すための話なんですけど、はい、っていう、実はそういう裏設定というか仕組みがあるっていうのがあった中で、実はその、そこで暮らしてる人たちが死神って言われてる人たちで、はいはい、まあ、人間の、現世の人たちと、その先ほど化け物のバランスを取ってしまうんですが、なんと主人公が、その死神の代行として仕事をしなければいけないっていう形で、現世で化け物退治をスタートするところから、物語は始まるんですが、そのソウルソサイティでもいろんな、敵だったりとか、トラブルっていうかな、いろんなちょっと企てる事件が起こったりして、そっちの世界にも巻き込まれていく
バトル漫画です。以上です。はい。みんなも読みましょう。ちょっと、なんか、全然うまくいけなかった。なんかむずいっすよね。その、なんかヒントが、なんか僕が考えてるのが、起承転結になってれば、ちょっと魅力的な説明になるんじゃないかっていうのはちょっと一個思ってて。ああ、そうかもな。なんかババ抜きの説明するときに、ペアを作って捨てます。うん、で、最後に1枚余った人が負けです。じゃなくて、ペアを作って捨てるゲームなんですけど、1枚だけ被んないカードがあって、誰が持ってるか分かんないんですよって言った方が、なんかまあ、もうそうだね。ってなるじゃないですか。小天の方が、ね。天。うん。いや、そうだな。あとやっぱ限界までやっぱ短くした方がいいよね。ですよね。もう全部において。はい。なんか、意外と喋んなくていいもんな、そういうのって。あの、大学の時に授業って、なんか文学の講義みたいな受けた時に、うん、あの、描写をすればするほど、あの、対象は崩壊するみたいなこと言ってて、先生が。あの、っていうのが、部屋の中に人が一人立ってます。っていう状態を、描写、小説の中で書いてこうとしたときに、うん、あの、ワンルームに男が一人立ってます。でも、ああ、そうだ。ってなるじゃないですか。うん、でも、中肉中背の身長が160ぐらいで、年齢は40代後半で、目深な帽子をかぶっており、部屋の壁紙はとか言い出したら、うん、もうずーっとやってたら。まあ、切れないし、なんかしんどいよね。しんどいし、結局最終的に、これどういう状態だっけってなるじゃないですか。無料空食なってるわ。五条先生。そう、あの、皮肉だよね。情報を与えれれば与えれるほど何も見えなくなるんだ。そうなんですよ。そうなんです。無料空所状態。いや、まさに、マジで無料空所状態でしょ。そうなんですよ。で、それ聞いて、はっって思ったんですけど。じゃあ、うまいこと説明するにはどうしたらいいんですか？ほんとやっぱ、そぎ落とす、うん、なんか、能力必要よな。そぎ落とす能力と、知らない視点に立てる能力。その、情報が、こっちは知っちゃってるけど、はい、知らない人の目線から見たときに、はい、どの順番で情報が開示されていくのかっていうのを、はい、なんか、ちゃんとイメージできるかとか、そうですね。っていう上で、限界まで情報を少なくする。はい、逆無料空所を。逆無料空所を、ね、やるっていうのが、大事な気がするような。あと、まあ、さっき言ってたみたいに、起承転結みたいな。はい、じゃあちょっとまた次、はい、起承転結の話するか。起承転結させてもらいます？起承転結しよう。ケツしよう、ケツ。ケツ！ケツ！結界じゃったっけ？結界し。何だっけな、あれ。結界しっておもろいのかおもろくなかったかしら、忘れたわ。おもろかった気しますけどね。なんかあったよね。ケツ、メツってね。タナベイエロー？サッカーの。そうやったわ。カタカナでイエロー。そうそうそう。そうやったわ。あれ、女の子が一個上やったっけ？同級生やったっけ？ああ、そうそう。なんか、女の子、いいとこの子じゃなかった？その、そういう家系みたいな。なんか、犬2匹いませんでした。で、なんか、ちょっとあの、あ、ウコンとサコンみたいな。いました。コマ犬みたいなね。そうそう。で、決滅してましたわ。あれ、どう終わったの？まあいいや。そんな感じでね、ちょっとうまい説明っていうのを考えていきたいですね。やっていきますか。このラジオは、ポッドキャストでも配信しております。Google、Apple、Amazon、Spotify、お好きなプラットフォームで聞いてください。お便りもお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。